はようございます、ケイテックのマジと申します。今日は早春の、千葉県は印旛沼、沼にやってまいりました。ここで実調を交えて、フリッピングの、ノウハウといったものをご紹介していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、それでは、フリッピング、フリップキャストですね、これの、動作を、一からご説明していきたいと思います。ルアーのこの高さ、いわゆるこう垂らしですね、これの、最初初めはリールと同じ高さぐらいまで糸を出してください。ここからまずはスタート、します。そして、ルアーの高さはそのままでクラッチを切ります。で、ルアーの高さを変えずにそのままこのレベルワインダーの前、から糸をリールを持っていない方の手でできるだけ引き出してください。引き出しましたね。どうでしょう。ルアーのリールの高さは変えずに糸を引き出します。そしてちょっと大変なんですが、リールを持っている方の手でクラッチを切ります。戻します。そしたらまずはですね、今この引き出している手、これは動かさなくていい。いいです。最初は動かさないで、まずこのルアーをそのまま竿の力だけで振り子の要領で手前に持ってきてそのまま投げてください。竿を立てるとルアーが戻ってくるんで、戻ってきた勢いでそのまままた前に送り出す。竿の上下だけでルアーを回収して投げる。まずこの動作ができるように練習をしてください。これができるようになってきたらところで、今度はいよいよ今引き出しているこの糸を送り込みます。で、どこのタイミングで送り出すかと言いますと、ルアーが手元に来て送り出して水面と平行になったところで糸を、出す。手で送り出すってことですね。最後、先ほどはこの手のただ竿の上げ下げだけでルアーを回収ピックアップして次のキャストってやってましたね。で、今投げるときに糸を出して遠くまで飛ぶようになりました。今度これの回収ですね。そうすると先ほどよりもルアーが遠くに行ってるので、竿を上げただけでは手元までルアーを持ってくることができません。なので遠くまで投げたそのルアーの回収ですね、これの時にまた先ほど送り出した糸を竿を上げながら糸をまた引き込んでください。いいですか。竿を上げて糸を引き込むとまたルアーが手前に来ます。これがいわゆるフリップキャストにおいては、次のキャストをするためのフォロースルー
ですかね。通常のキャスティングでいくと、竿を後ろにこう、まずテイクバックさせると、竿がギュッとしなって、で、それを前に出すことで、ルアーをキャストする。で、それの、こう、テイクバックがこの釣りにはないので、これがいわゆるテイクバックですね。なので、竿を上げると同時に糸を引き出すとテイクバックができて、またそれを次にキャストの時に糸を出す、回収で引き込んでまた糸を出す。もうここまで来たらあとはもうできたも同然です。それでは、小水路に、入ってきて、ずーっとちょっと見て回ってきたんですが、このストレッチをまず最初にチェックしてみたいと思います。はい。というのは、パッと見て、こう、足やガマのその新芽っていうんですけど、要は今年生えてきたやつですね。これが緑色になってるのがわかると思いますが、その、新芽が、あそこのストレッチが一番多いかなと。ので、まずルアーを入れてみたいと思います。で、最初に入れるルアーは、パドリンビーバーっていうパドルテールのワームですね。のテキサスリグ。で、最初は軽い方の進化、5グラムから。で、僕も今年、印旛沼に来るのは初めてなんですけれども、まず最初、この、ストレッチを流していく、ですが、見ていただいている、こう、同じ足がガマって言っても、割と奥行きが、それなりにある。で、いうので、まずは手前側から、その、ちょっと探っていきます。で、この釣りっていうのは、基本的には、ただ、落としていくだけです。通常、あれですよね。投げて、こう、ストラクチャーのところでこうシェイクしたりとか、誘う動作をしますが、この釣りにおいては誘う動作っていうのはほぼしません。もうこの落とすっていうことがもうアクションです。着水からルアーがボトムに落ちるまで、この間にバイトが出ます。で、糸をたるめてるので、竿先がこう持っていかれるとかそういうバイトではなくて、ほとんどがこの糸にその当たりが出ます。着水から張らず緩めずの状態を、作ること。ダメな例、着水して糸を水面に全部つけちゃう、これはダメな例です。着水して糸を水面につけちゃう、こうすると、単純に糸が見えない。で、不自然なフォールっていうのはどうかっていうと、糸を張ったまま、糸を張りすぎちゃうとルアーがワームがボトムまで落ちなかったりとか、あとは手前にカーブフォールしてきちゃったりとかっていう、これも、魚のバイトを減らしちゃう要因なので、ナチュラルなフォールをさせるので糸は張らないんだけど、ダルダルには緩めない、この状態を作ります。どうやって作るか、着水してから
さをちょっとこう置く、糸がこう引き込まれていきますんで、それに合わせて、竿先を少し倒していく。糸を映ってるかどうかわかんないけど、竿先から水の中にの糸が、今こう円弧状にこうなってますよね。これがまっすぐになるとこれ張りすぎてます。で、完全に水面に乗っかっちゃうとこれは緩めすぎです。なので張らず緩めずっていうのは、こういう状態のことですね。たるんでるんだけど水の上には落ちてない、この状態を、いわゆる張らず緩めずという状態、この状態をできるだけ作る。でスーッと糸が、ルアーが落ちていくと糸がこう向こうへ引っ張り込まれていくんですけど、着底すると当然糸がの引き込まれるのが止まります。そこで着底を感じます。引き込まれて止まった、これで今ルアーが着底した。着水から着底するまでの間のバイトはプンって糸が弾かれたりとかで、あの時にはフロロカーボン9を使ってると、その、コンとかっていう、当たりが、竿先にまで伝わってきたりしますけど、ポール中のバイトは、コンっていう何かしらの、当たりと、あとは、1秒、2秒ぐらいで着底してたのが、着水して、もうすぐで止まってしまったりとかっていうのもバイトである時があったり、あとはいつまで経っても糸がずっと引き込まれ続けたりとかっていうのが、大体多いバイトですね。あとは着底してから人知れずこう加えてる時があります。なので次のピックアップもすってすぐやるんじゃなくて、バイトないかな、ない、食ってないかな、あ、食ってない、じゃあ次食わない、食ってないかな、食ったよいしょ。やらせではありません。いやー、おはようございます。釣れました。今のもボトムで食ってましたね。フォールの時に食うバイトが出るようであれば、もうボトムでちょっとこうステイさしたりとかっていう必要は特にないし、で逆に今みたいにフォールで食ったんじゃなくて ボトムからこう引き上げる時にココンって今バイトがあったんですが、そういう時は割とボトムで食ってんだなと。なので、ちょっとこうステイさせる時間をちょっと長めに取ってみようかなというふうにして、その日の魚の状況に合わせていく
っていうところですね。では、僕が、今最近フリッピングの時は特に実践しているオフセットフックのワームの刺し方をちょっとご紹介したいと思います。で、使うのは、まあ、割とケープのナローな、こういうオフセットフックを使うんですが、通常、まあ、僕もそうなんですけど、のオフセットフックの刺し方っていうと、まあ、大げさに言うとこういうふうに、一度針先を出して、で、この針先を背中側に薄皮1枚埋めたりっていう刺し方が通常だと思います。でそれを、フリッピングの場合はまあ、こういったかなりヘビーカバーにルアーを入れていきますんで、針先が出てしまうと、足とかそういったストラクチャーにすぐ引っかかってしまう、ガシャガシャガシャと取りに行ったりするとその場にいる魚を逃がしてしまう。だからできるだけ根掛かりを避けたいというところで針先をちょっと出にくくします。頭の部分は通常通り刺し、まっすぐ刺して、でお腹側に抜き出します。でこっからです。通常ですとお腹がだいたいこの針の抜き刺す位置を決めて、お腹側から刺して背中側に一気に突き刺してしまうっていう刺し方をしますが、この刺し方はお腹から刺すのは同じです。ただここからそのままギュッとワームの中で針がこういうふうに入ってる、なので背中側針先が一切出てません。当然針先を外に出しているよりは、フッキングは悪いかもしれないんですが、ただまあ、この割と身の薄いワームを使っておりますので、割とすぐバイトから合わせて、針先がすぐ出てくれる。なので、それなりに力強い合わせは必要にはなってきます。ただ使ってる竿がやっぱ7フィート6インチって竿が長くなると、同じフッキングの動作でも、フッキングの力は長い分やっぱり強くなるんですね。でそういったところでフッキングも特に問題はない。それよりも、ストレスなく、ヘビーカバーを、ずっと打ち続けられる、こっちの方が超過にはつながる、まあ、こういう、理由からこのようなフックセットを、試して、やっています。今ですね、これ実は右から左へこう水がちょっと流れてるんです。流れがあります。で、あとは、まあ他の時で言うと、例えば風なんか、吹く時も流れができます。で基本的には、風下から風上に向かって流します。これも今も流れの川下から川上に向かって流れに逆らって流していく。でこれは意識をしてください。した方がいいです。まあ、なんでかっていうと、風上から風下、ないしは川上から川下、
に向かって流すと船が結局自分のエレキでコントロールしなくても流されてっちゃう。そうするとこう場所によってはここはちょっと細かく打ちたいなっていう時は船のスピードを遅くするし、で逆にもうここあんま打つとこがないから割とちょっと早めに流そうってなるとエレキでビューッと進めるっていう、その前進するそのペースっていうのがコントロールできなくなっちゃうんですね、エレキでだけでは。なので流れの下流側から上流に向かっていけばその辺のコントロールもすごくしやすいので、そうすると船がバーって流されていく中キャストしていく、キャストってやっぱり決まらない、キャストが決まらない、釣れる確率が低くなるっていう、釣れそう、マイキャストワクワクしますよね。だから結構やっぱあっという間に一日終わっちゃうというか、でもやっぱこういうそのこれどっちかっていうとそのまあ、もちろんねルアーの力であったりとかそういうのもあるんですけど、キャストで魚を釣ってるんですよねこれ。だからキャスト精度でが悪かったりすれば直接ダイレクトにその釣果に影響する。でこういう釣りってバス釣りしかないような気がするんですよ。だから僕はまあバス釣り、バスならではのこれ醍醐味だなって思いますね。いないか。え、バスだよな今の。尻尾切られてるし。やっぱこういうドキドキ感がこういうマッティシャローの釣りにはありますよね。はいはい、やりながら、うん、はい、やっぱ奥の方を狙うとなると割と船をこう近づけなきゃいけないじゃないですか。そうするとこうプレッシャーをやっぱかけてしまうので、まずは手前側からルアーを入れてって、で、人流ししたら今度奥もやってみたいなっていうんであれば船を近づけて今度奥の方を丁寧に打っていく。このシャローゲーム、特にこういう近距離戦においてはできるだけ魚にプレッシャーをかけないように釣りをしていかないと、いけないっていうところですね。だってぶっちゃけですよ、こういうマッティシャローってボトムが見えないじゃないですか。だから魚が泳いでるの見えないでしょ。だからあんまりなんか気にしないんですけど、これ逆にクリアレイクでこの距離で魚が見えてその魚を食わせる、口使わせるってなるとやっぱりそれなりに、例えば着水音であったりとか船のエレキであったりとかそういうのもやっぱ気使いますよね。
確かに濁ってはいるけど、そのあたりはやっぱり同じというか、なのでできるだけプレッシャーをかけないように静かに釣りをする。あと極力あのルアーを足に当てない方がいいと思います。そういう意味で、足に当てるっていうのはこういう ルアーをこう足に当てたりとか、極力この生えてる足を揺らさないでルアーを入れる。こういうのダメ。多分。足がガサガサって揺れるのは魚からするとわかんないですよ。これもあの勝手な妄想ですけど、あの鳥とかが来たって思う可能性があるんですよね。で、魚にとって鳥ってやっぱりあのすごく警戒してるので、やべえ鳥が来たってなるとピューってやっぱり逃げてきちゃいますから、ちょっとこの、ピッチングの釣りの中で僕のそのクラッチを切るタイミングとからクラッチを戻すタイミングを皆さんの普段の釣りとちょっと比べてほしいんですけど、まあ、当然回収してきてルアーを投げる前にまずクラッチを僕は切ります。でピッチングします、着水します、着底します、で竿で効きます。で、あ、食ってないな、回収。この時に僕はクラッチを戻します。着水して着底したらクラッチ戻してこう誘って、でっていう方がこのタイミングで戻してで誘ってっていう方が多いんじゃないかなと思うんですけど、僕はできるだけ誘ってもう最後の最後回収ってところまでクラッチは戻さないでやってます。で、これ前にルアーのテストで、ボトムが見えるところでこう当然ルアーの泳ぎをチェックさせにチェックしに行った時があったんですよ。で行ったら小さいバス20センチぐらいのバスが5匹ぐらい泳いでて、でおバスがいると思って、でその近くにルアーを落として落としました、ボトムまで落としました。でそしたらそのボトムまで落ちたルアーにあの興味を示して何匹かのバスがブーってこうボトムに向かってこうやって泳いでって、で落ちてるルアーの割と近くでこうピタッピタッってこうステイしてる。で、あ、これ食うかもと思って誘いを入れようと思ってその時クラッチをカチッて戻したんですよ。そしたらピャーって逃げてっちゃったんです。別に糸張ったわけでもなくて、で多分ですよ、やっぱりこのクラッチを戻すこのカチッっていう音で、これがもう今のほら糸って特にフロロカーボンラインってすごい感度がいいじゃないですか。でボトムの石とかなんとかそういうのも性質も最近ではすごくよく竿先をあの糸を通じてこう竿で感じることができますよね。でっていうことは同時にこっちの感度も
向こうへ水中に伝わりやすいんじゃないかなってその時思っ、まあ、かで事実逃げちゃったんで確信したというか、なのでバスに警戒させないように釣りをしなきゃいけないっていう中で、例えばバスがいてフォールしていくときに、フォールが落ちていくときにバクって食べてくれるやつはいいんですけど、落ちて着底してでるのにこうふーっとあなんか落ちてきたっつってルアー追いかけて、で着底した時にこのすぐそばでこう待ってる可能性があるんですよね。でその時にカチッってやっちゃうとピューって逃げてっちゃってるかもしれない。だからそのクラッチ音をもさせずにスーッとこうちょっとこう誘うってなると、やっぱり得られるバイトがやっぱりあるのかなと。フリッピンっていうのはそれがないんですよね。当然クラッチ切らないから、切ったり戻したりだ、当然切らないから戻しもしないんで、だからやっぱり魚にこう警戒心を与えない釣り方というか投げ方というか、そりゃ釣れるよねっていう話ですよね。と思いません？どうですか？来魚です。いいバイトだったな。バイトだったけどな。ライオかな、またでも冗談抜きにライオが釣れるって船の操船であったりとかキャスティングとかがすごくうまくいってるという、やっぱライオってすごく警戒心の強い魚なんで。当時の、いわゆるフリッピンスティックと言われるものがやっぱり7フィート6インチですね。7フィート半ということですね。であったので、まあ、今でも7フィート6インチといったものでやる。当然竿は長ければ長い方がフリッピングにおいてはルアーを投げられる距離が
遠くまで投げられるようになるので、有利な。そうですね。竿の長さの分だけ糸をこう出せますんで、竿も持ち替えないので、通常のキャスティングと違って、ずっと持ってまんまこうやってる。で、そうすると、竿がやっぱ重たいと、もう疲れちゃうんですよね。で、疲れてくると、やっぱりキャスト精度も落ちてくるし、キャスト回数も減ってきちゃうし、っていうところで、例えば、長ければ長い方が、距離っていう部分では有利なんですけど、一日振り続けるっていう観点からいくと、長いとやっぱ竿は重たくなるもんですから、疲れちゃう。それがやっぱ一日振り続けて、で、疲れない軽さであったりとかっていうところで、まあ、今のところ7フィート6インチっていうのが、ちょうどいい長さであり、重さなんだなっていうのは、感じてます。はい。まずそのフリッピングにおいて、メインで使うそのルアー、っていうのは、僕は、まあ、このラバージグ、ソフトベイトのテキサスリグ。ラバージグの方は、まあ、こういうガード付きの、アーキータイプの、割とその、すり抜けのいい、形。で、同じ理由で、テキサスリグ、ですね。で、どちらも結局、まあ、やはりそういう、足とか、ガマ、クイ、そういう複雑なストラクチャーの中にルアーを直接、投げ込んでいくので、できるだけその根掛かりの少ないもの、スナックレス性の高いものを使う。今日はそのテキサスリグの方でシンカーのウェイトの違う軽いのと重たいの、でまあ、それで合計3本用意したというところになります。用意した竿は、長さは同じ7フィート6インチ、どれもなんですが、硬さの違いで、ラバージグ、これは、7グラムのラバージグをつけてるんですが、これもミディアムヘビー M1 ですね、ぐらいの硬さの竿が使いやすいと思います。で、同じくテキサスリグ。これも、今、8分の3オンスなので10グラムのシンカーがついてますが、まあ、10グラムぐらいのものなので、これも同じく MH、ミディアムヘビーの、まあ、僕らの番手でいくと6番ですね。というパワーの竿を使います。で、もう一つ用意されているテキサスリグ。これは軽い16分の、3オンス。だから5グラムですね。のテキサスリグ。で、ちょっとやっぱり、5グラムぐらい、要は、シンカーの重さが軽くなるので、こちらはもうちょっと一つ柔らかい、そのミディアムアクションですね。はい。の、僕らで言うと5番パワーの、竿で。リールはですね、まあ、僕も、いろいろ使って行き着いたわけではないんですが、現状なんですが、ベイトフィネス用のリールを使っています。はい。3台とも、まあ、これは、SLX の BFS。やっぱりベイトフィネス用のリールって、軽く、できてるので、で、それなりの、買いやすい値段のものでも、やっぱりかなり軽い。っていうので、最近はこのベイトフィネスリグを使っています。あとは、このフリッピングっていう釣りにおいては、糸巻き量っていうのは全く、まあ、気にしなくていいっていうのは、糸を出してビューってキャストはしないので、で、ただ、その、使う糸、は、僕はフロロと、ナイロン両方使うんですが、まあ、基本的にはフロロをカーボンラインを使うことが多いんですが、それも
やっぱり14ポンドとか16ポンド、時には20ポンドっていう太い糸も使うんですけれども、割とそのスプール径は大きいじゃないですか。だから太い糸を巻いても糸癖もつきにくいし、20ポンドの糸でも、まあ、フリッピンで使う分の糸ぐらいだったら十分巻けるというところで、ナイロンラインも使う時もあります。僕はでもナイロンメインでもいいかななんて最近は思ってるんですけど、というのはナイロンラインの方がやっぱりしなやかで、フロロカーボンラインより柔らかいっていうかしなやかかな。で、あと根ずれにもやっぱりナイロンラインの方が強かったりするんですよね。うん、ナイロンでもをメインにしてってもいいかなって最近はい考えています。まだ模索中です。いやまだちょっと季節が早かったかもしれないですね。そうですね。はい。来る頃にはもうちょっと状況が良くなってると思います。はい、ので、ぜひ、シャローに魚が入った時にはもう有効なテクニックなので、皆さんもぜひお試しください。ありがとうございました。